14日木曜日の全国の天気をお伝えします。前線は東の海上に離れ、広く天気は回復へと向かいそうです。曇りのち晴れのアイコンのところが多くなっていきますが、日差しが届き始めるとお洗濯物の外干し、布団干しなど日差しの有効活用もおすすめです。一方で湿った空気が流れ込んでいきます。東北の太平洋側の地域や関東、そして西日本の太平洋側のエリアでも一部雲が広がると、にわか雨が心配な空となっていきます。念のため折りたたみ傘があると安心です。また気温注目していきます。東京24度の予想、前日から気温がぐっと上がりそうです。東海名古屋も27度の予想ということで、昼間も暑さが戻りそうです。西日本を中心に蒸し暑い体感が続いていきます。また北日本、札幌では20度の予想ですが、最低気温が1桁まで下がるところが多くなり、朝はぐっと冷えていそうです。1日の寒暖差も大きくなりますので、体調を崩されないように気をつけてお過ごしください。南西諸島、那覇では日差しがしっかり届いていきますが、先島諸島ではまた一時的に雨の降る可能性があります。お天気の変化に注意が必要です。以上、全国の天気をお伝えしました。この先も最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。